ます。藤ナッツ健でございます。今年もいろんなことがあった1年でしたが、皆様のおかげさまでなんとチャンネル登録者数今年10万人突破しました。ありがとうございます。そんな今年実況させていただいたゲームのタイトル全部で210タイトルということで、その中から各部門ごとにベスト3を紹介していこうと思います。まずは基本的には単発動画にしたいのにシリーズ化しちゃったゲーム部門の発表です。さあ、まずは今年だけで動画生放送含めて15本の動画を出しました LINE イートホールがランクイン。この穴に街にあるものを吸い込んでいき、穴を成長させて2分間でどれだけ多くのものを吸い込むことができるかというシンプルなゲーム。ただそのシンプルなルールとは裏腹に、やり込んでみると 100% までの道のりがまあ緻密に計算されていて難しいんですね。プレイ時間100時間ほどかけてあとちょっとというところまでは行くんですが、このあとちょっとがめちゃくちゃ遠かったですね。ネット上どこを探してもこのゲームのね攻略方法があるわけでもなかったので、一から完全にチャートを構築して120時間ほどやって初の 100%、幻のコインを見ることができました。この後も視聴者さんに見守られる中、ひたすら、チャートを組み直して、5秒ほど余らせてねコインを取ることができました。賞金を獲得できたのはもう本当にいい思い出ですね。さあ、第2位は動画だけで16本出しましたマイリトルユニバースがランクインです。まあよくあるね、資材を持ってきたら島がどんどん開拓されるよというゲームなんですけど、これもう度が過ぎるのよ。もう度が過ぎる量を要求しまくってくるのよ。この動画に関してはですね、視聴者さんで、僕の動画を見てこれをやってみたんですけど、途中で断念して藤夏さんの凄さが分かりましたみたいなコメントはかなり多かったですね。まあこのゲームに関してはね、ずっとアップデートが繰り返されてきているので、アップデートされるたびにね、新しいところをクリアして途中で断念した人の分までね、最後を見せてあげられるように、僕もねまた来年以降頑張っていこうと思っております。ただ、本心はもうアップデートすんなとずっと思ってます。さあ、そして第1位はジャガイモです。去年から引き続きずっとやってるんですけども、なぜこの動画に人気があるのかが私自身分かっておりません。基本的にはずっとグラフを眺めながらポチ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 ボタンを押して、たまに宝箱を開けてなんかいろんなカード出てきて、それをずっと眺めてるだけの不思議なゲームです。ゲームを始めた当初はランク150がゴールだったんですが、ちょこ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 アップデートされて現在はランク180がクリアとなっております。180に近づく頃には200とかなってんじゃないのとか思いながらも、まあゴール目指して来年も頑張っていきます。続いてマジで難しかったゲーム部門の発表です。さあ、まず第3位はモノクロケットというゲームになります。こちらロケットを微調整しながらですね、ちゃんと着陸するところに持ってけばゴールっていうゲームなんですけど、その操作方法がすごい独特で、スワイプとか十字キーがあるわけではなく、ロケットから見て指をタップした場所と逆方向に飛んでいくっていう仕組みなんですよね。まあ説明してもちょっとだいぶ伝わりにくいとは思うんですけれども、思った通りにグネグネ動くっていうのが相当難しいんですよ。そんな難しい操作方法の中でちょっと傾いてたらアウトになったりとか、かなりシビアなんですよ。もうね、終盤のステージなんかクリアさせる気ねえだろうっていうぐらいの激ヤバステージが続くんで、アクションゲーム自信ある方は是非ともねプレイしてみていただきたいですね。さあ、第2位はデュエットというゲームになります。こちら画面の右半分をタップすると右回転、左半分をタップすると左回転、その回転を駆使して黄色と青の球両方が壁にぶつからないように避けていくというゲームになります。これがねもう本当に鬼畜ゲームで、一回そこでやられたらその色がね壁についていくんですけど、真っ白の壁がねもう終盤なくなってくるぐらい何回も何回もやられながらその場所を、クリアしていくみたいなね、そんな感じでしたね。これはねもう本当に画面をタップするだけのシンプル操作でここまで難しいものが作れるかっていうぐらい、ちゃんとしたゲームだなと思いますので、アクションゲームに自信のある方はね、ぜひともチャレンジしてみていただければと思います。これは迷うことなく第1位でしたね。アイワナビーサエクスプローラが第1位です。コントローラーならまだやれたのよ。
これ分かります、これあの左右のねコントロールするところに主人公行ったりするからもう見えへんのですよ。勘でやるしかないんですよ。こんなミリ単位の操作が求められるところを勘でやらないといけないんですよ。あのこれもともとはこう視聴者さんに勧められてやり始めたんですけど、ここまでむずいとはなっていうのでね、ちょっとあの勧めてくださった方を若干恨んだりもしましたし、もうね何考えてこんなクソムズゲーム作ったんだよっていうのでね、ただもうやり始めた手前全クリするしかねえから、まあ寝る時間削ってずーっとやりましたよ。これも結局1万デス以上いってだいぶ時間かかったので6本ぐらいに分けて出したんですよね。シリーズ化してしまったゲームの中では4位でしたかね。ただまあそんだけ苦労したけどクリアした時の達成感はえぐかったですね。続いてお金がもらえるゲーム部門の発表です。さあ第3位はフルーツ合併する爆発です。こちら LINE Pay で1万円もらえるよっていう広告やってたんでやってみました。実際やってみるとね、ちゃんと広告の通りのゲームで、フルーツをこう合併させていきながらたまにこのお金のやつが落ちてきてこう41円とか、お金がゲットできますよと。でこれを最低換金額の2万円まで貯めたら、引き落としができますよと。あの広告で歌ってた1万円って何だったんだっていう疑問はありましたけどね。まあ2万円貯めるまで、だいぶ時間はかかりましたがやり続けました。で何やらこう引き落とすためにはメールアドレスが必要だよと。まあ LINE Pay って言ってたのに PayPal になってるのも謎なんですけど、とりあえずあの自分のメールアドレスを登録するだけしといたら、なんかそれ以上の画面が出てこなくてですね、何これどうやって引き落としたらいいのっていう、そんな感じでなんかぬるっと終わりました。詐欺でした。さあ第2位はメガウィンスロットです。こちらもですね、お金がもらえるよっていう広告を見て始めたんですけれども、最初にゲットできた額がいきなり145ドルっていうね。で、最低換金額調べたら1000ドルってことでね、もう約14万円ですよ。本当にもらえるんこれっていうのがもうこの時点でだいぶ疑惑はありましたけどね。まあ揃えるしかないでしょ、集めるしかないんですよこれやり始めてしまったら。ほんでバカほど広告見せられながらも、1000ドル達成したと思ったらですね、なんかね広告60回見たら、受け付けるぞみたいな急に言い出したんですよ。ここに来るまで100回は見とんちゃいこっちは。で広告60回見たら見たで、今度はベルを30個集めろっていうね、どんどんなんか出してくる。しかもこれ48時間以内にやらないと無効だよみたいなね。もうずーっとこっからスロットやりまくりましたわ。ちなみにこの1000ドル貯まるまでにベル 2,3 回しか見てねえんすよ。でめちゃくちゃ苦労してベル貯めたら貯めたで、今度は待てって言われて、とりあえず、待ち時間表示されとるからずっと待って、で待つだけ待たされてゼロになったと思ったら、なんかドエレー数字になんかバージョンアップされて、一生待たんといかんやんけこんなもん。クソクソ詐欺ゲームでした。さあもう間違いなく第1位はこちらクロップマスターですね。まあ野菜合併する爆発です。広告で見たのとなんか違うと思いながら、やってたら割とサクサクなんかお金が当たって現金がこう溜まっていくよと。ほんでまあこういったゲームにあるあるの最低換金額が、今回は31,500円っていうね、まあ数字だったんで、まあそこを目標にね、もうひたすらやっていきました。ほんでバカほど時間かけて31,500円貯めて、まあ情報入れたらキューイングっつ、まあ2946人分待てと、まあ言われましたわ。こっからですわ、この悪質加減が出てくるのが。もうねスッと払えっていう話なんですけど、日が経つごとにこの数字が確かに減っていくのよ。でもね、あの僕いつも動画を出してるんですけど、明らかに詐欺ってならないと動画にしづらいじゃないですか。でもこれ待っても待っても数字がなかなか減っていかないんですよ。でこの動画を出した時が169人待ちだったんですが、今現在このゲーム何人待ちか見てみましょう。もう2ヶ月1人待ちが続いてます。詐欺です。続いてめっちゃ時間かかったゲーム部門の発表です。はい、第3位はマージマスターブルーモンスターっていう名前がまず長い。でこう合併させて、モンスターを強くしていこうねっていうやつなんですけど、結構奥まで作り込まれててだいぶ時間かかりましたね。めちゃくちゃ強くなるところまではやったんですけど、ただ強くなりすぎてあんまり面白くなかったです。
はい、第2位はアリエンですね。これ人間捕まえてエイリアン強くしていこうねっていうゲームなんですけど、次のレベルに上げるまでの許容量がもうユニバース超えるぐらいいかれてるんですよ。レベルが上がると新しいエリアが開放されていろんな施設とか出てくるよっていうやつなんで、レベル上げざるを得ないんですよね。ほんでめちゃくちゃ時間かけて苦難の末に最後の扉開けたらその奥なんもねえっていうね。じゃあもう扉作っとくなよ。はい、第1位はダントツでインポスター学園です。もうインポスター感もなければ学園感もないっていうね、ただただこのインポスターたちを合併させていくだけのゲームです。マジで広告めちゃくちゃ見たし、時間も鬼のように消費させられたんですけど、何一つ面白いところが見出せませんでした。さあお待たせしました、マジックソゲーオブザイヤーの発表です。さあまず第3位ですが、シャドウオブシノビがノミネート。一見これあのメタルギアソリッドみたいな感じで、敵にゆっくり忍び寄って敵を倒すみたいなね、なんか面白そうだなと思ってやってたんですけれども、途中で手裏剣を、使えるようになってからゲームバランスが一気に崩れてですね、ただただ遠くから敵を狙撃するゲームに変わっちゃいました。ちなみにこれがラスボスとのバトルなんですが、一番奥にいるやつがラスボスね、手裏剣投げたら死んじゃいました。さあ、第2位はただただ階段を登るゲームです。階段を登るとなんかお金がもらえて、それでこうパラメーター上げてったりするんですけど、走りすぎるとねこう熱くなって、全部赤くなったらゲームオーバーってなるんです。で、あの成功法でクリアしようとしたら結構そのレベルを上げないといけないんですけど、赤くなってあの白くなるまで結構待って、ちょっと進んでまた待ってってやったら、全然パラメーター上げなくても時間さえかけりゃクリアができちゃうんですよね。ほんでこの技を使ってなんかレベル10ぐらいでね、上のゲージがこうマックスになってなんか街にたどり着きそうなんで、久しぶりにこうエンディングあるゲームかなと思って結構頑張ったんです。でいざ、レベル10に達成したと思って、これでエンディングだとか思ってたら、何事もなかったかのようにレベル11が始まりました。街の絵何だったの。今年のクソゲーオブザイヤーはドッジザボール 3D に決定いたしました。これ広告なんですけど結構面白そうでしょ。実際このゲームをプレイするとボールに空気を入れたり、応援用のプラカードを作ったり、はたまたお金ばらまいたり、全然ドッジボールしねえんすよ。そして 2,30 個ぐらいミニゲーム自体は用意してあるんですが、一個一個が全部簡単すぎる。ドッジボールの広告を出すならドッジボールのゲームを作った方がいい。ということで今年のクソゲーオブザイヤーはドッジザボールでした。さあということで今年もクソゲーオブザイヤー勝手に選ばせていただきました。また明日から2023年、新しい年が始まりますので、初心に帰ったつもりでまた動画投稿頑張っていこうと思っております。皆様今年も1年本当に応援ありがとうございました。そしてまた来年も応援のほどよろしくお願いします。それでは皆様良いお年を。